何考えてんだてめえお前よ、殺しの軍団この宝船舐めてんのか。お前なんでこんなに簡単に乗り込んでこれるわけ。いや、久しぶり。近くまで来たからつい。いいじゃねえか。知らねえ中でもねえんだしな。おい、誰だよあいつ。お前が単車ですっ転んで入院してる間に須大戸地区の親子ってところと揉めたって言ったら、その親子の花岡不二雄だよ。なんだよ。 ちなみにですが、そちらの不二雄さん、うちに来る前にスズランに乗り込んだそうです。うそ！おいおい、マジかよ。お前アホ通り越してすげえな。いや、それほどでも。褒めてねえよ。お前もしかしてラオウに会いに行ったとか。そう、そしたらマシー君って人にラオウに会いたければ整理券もらって列に並んで順番待てって。マシーらしいわ。おい、サバカン！はい。このバカタレにいろいろ教えてやる。了解です。おい、頭がいないスズランは大小いくつかの派閥に分かれてまして、その中で10人もいない一番人数が少ない派閥がラオウ一派です。ラオウ一派ってそんなに少ないんだ。兵隊は持たない主義らしいです。なるほど。まずは密偵を得意とするマスクがトレードマークの2年、伊藤カムイと、2年では頭一つ抜けてる瀬田勘介。いずれ2人とも俺が殺す。続いて3年の山口孫六。